全国の競馬ファンの皆さんお疲れ様です。今日から使える簡単血統データ血統データ備忘録ダブルデータフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。はい、というわけで今回は3月4日土曜日に行われるレースの中から厳選勝負レースをピックアップしまして、いつも通り血統とラップの2つの面から分析をした推奨馬をお届けしていきます。はい、冒頭ですね、少しだけ、直近の推奨馬の結果について振り返らせてください。先々週2月18日19日に関しましては、土曜日については0221と、勝ち馬を出すことはできなかったんですけども、ただ人気以上に走って馬券圏内に、突っ込んでくる馬をしっかり2頭推奨できていましたので、まあ、上々の結果だったんじゃないかなと思います。2月19日の日曜日に関しては1011ということで、まあ、その中でも東京9レース、直前まで2桁人気だったエクロジャイトがですね、3着に出遅れながらも、残ってくれたおかげで、個人的にも大きな馬券を取ることができました。そして先週ですね、土曜日はちょっと0102ということで、ご覧の通りかなり人気薄ばかり狙ってしまったのでちょっとこんな感じになってしまったんですけども、まあ、日曜日に関しましては、しっかりですね、2着以内に入る馬を2頭上げることができています。先週土日に関しましては1番人気を1頭も推奨しなかったということで、まあ、なんとかご評価いただければなと思っております。今週もですね、しっかり貢献できるように頑張っていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは3月4日土曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。中山7レース、中山10レース、阪神11レース、チューリップ賞、中山11レース、オーシャンステークス、こちらの4つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。なおこの動画では中山7レースと中山10レースの推奨馬を発表させていただきますが、阪神11レース、チューリップ賞と中山11レース、オーシャンステークスにつきましては、推奨馬はメンバーシップ限定での配信とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは推奨馬の発表に移ります。まずは中山7レースダート 1200m で行われる、3歳の1勝クラスのレースですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、6枠11番のマジックタッチですね。現在、8番人気ということで、動画撮影時点で8番人気ということで美味しいオッズになっております。まだまだこのリオンディーズ3区ですね、サンプル数の少ないデータではあるんですけども、この中山ダート 1200m で好成績を収めております。まあ、中でも距離短縮で出走してきた際に勝率が 20% を超えている状況ですし、副勝率も 36.8%、単勝回収率 506% と、距離短縮でこのコースに臨んでくるリオンディーズ産駒、かなり要注意のデータとなっております。さらにですね、馬体重500キロを超える、大柄なリオンディーズ産駒、この、コースかなり好成績ですね。このマジックタッチ自身ももちろんこのコースで好走実績がある馬なんですけども、前走532キロということで大型のリオンディーズ産駒ということで、このデータに合致する形となっております。中山だと 1200m はこの馬にとって未勝利勝ちをした舞台ですし、まあ、その、得意な舞台に距離短縮のローテで臨んでくるということはですね、まあ、この馬のスピードが完全に生きる条件かなと思いますので、現在8番人気、動画撮影時点で8番人気と美味しいオッズになっていますので、しっかり狙っていきたいなと思っています。はい、続きましては、中山10レース、ダート 1800m で行われる4歳以上3勝クラスのハンデ戦、カズサステークスですかね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、6枠12番のガンダルフですね。このガンダルフ、キングカメハメハ産駒なんですけども、馬体重480kg以上、まあ、ある程度馬格のあるキングカメハメハ産駒、このコースかなりの好成績を収めています。連帯率 32.2%、副賞率
率 40.9%、 単勝回収率も 100% を超えている状況ですので、まあ、この馬ですね、前走486キロということで490キロ前後の馬体重で走っているキングカメハメハ3区ですので、この条件に当てはまるかなといった形です。前走の内容からしてもですね、ラップのグラフ見ていただいているんですけども、まあ、かなり前半が早い前傾ラップですね、大外枠で若干で遅れて、この前傾ラップを徐々にポジションを押し上げるような、かなり不利な流れで、まあ、2着ということでかなり強い内容だったんじゃないかなと思っています。まあ、今回も外枠入ってしまったんですけども、なんとか前走よりはいいスタート決めてそこそこの位置につけてくれればですね、まあ、前走だけ走ればここでも確実に勝ち負けなんじゃないかなと思っています。まあ、休み明けにはなってしまうんですけども追い切り見る限りはしっかり動けていそうなので、まあ、大幅馬体増とかがなければですね、この馬を中心視して買ってみようかなと思っています。はい、以上中山7レースと中山10レースの推奨馬発表させていただきました。中山10レースの推奨馬、ガンダルフについては現在1番人気となってしまっているんですけども、中山7レースの推奨馬マジックタッチにつきましては動画撮影時点で8番人気と、かなり美味しいオッズとなっていますので、期待してみたいなと思っております。阪神11レースのチューリップ賞の推奨馬についてはですね、事前の想定オッズだとかなり人気薄だったんですけど、まあちょっと思ったより人気してしまっているかなという状況ですけども、オーシャンステークスの推奨馬に関しては比較的人気薄なんじゃないかなと思いますので、チューリップ賞オーシャンステークスの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定配信とさせていただきますので、メンバーシップ限定で YouTube のコミュニティ内にて推奨馬の書かれた画像を公開させていただきますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録をご検討ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ今回もね、なるべくちょっと一番人気避けたかったんですけども、まあ中山10レースに関しましてはちょっと一番人気の推奨馬となってしまいまして、まあご了承いただければと思います。チューリップ賞に関しましても、この動画では非公開ですけども、まあ、確実に一番人気になるような馬ではないので、思ったより人気してしまっているんですけども、まあ確実に一番人気、二番人気になるような馬ではないかなと思いますので、まあぜひ、メンバーシップにご登録していただきまして、ご確認いただければと思います。また3月5日日曜日に関しましても、もちろん一部の推奨馬はこうやって一般公開しますけども、また一部の推奨馬に関しましては、メンバーシップ限定での配信とさせていただきます。3月5日日曜日に関しましてもメンバーシップ限定配信の推奨馬、ありますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録ご検討ください。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。